皆さんどうも、今回はフットボールの話第24回ということで J1 第30節横浜 FC 対横浜 F マリノス、まあダービーの行方ということでこれについてを話していこうと思います。で今回話していくことはここにある4つのことについてを話していきますので最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。はい、いつものことながらこちらがスターティングイレブンとなっておりますので ご確認の方よろしくお願いいたします。じゃあまず最初に話していくことが横浜 FC の守備についてを話していこうと思います。基本的に横浜 FC は最初立ち上がりは前からプレッシャーをかけてかけていました。でその場合はここの3トップとこの2センターハーフ、まあ、5枚で、プレスをかけて、前でなるべく奪って縦をコンパクトにしてボールを回収していくっていうことを考えていたんですけど、横浜 FC は、まあ、マリノスのウィングに対して最初確実にウィングバックを当てはめる形をとっていて、でここの岩田選手とチアゴ選手には、まあ、ミネイロ選手が最初つくようになっていたんですけど、でさらにこの渡辺選手と大木原選手をと、小池選手とティラトン選手、まあ、センターハーフとサイドバックの間に、瀬古選手と松尾選手を立てることで、まあ、ここの3枚に対してまあ、どこへでもボールが動けばプレスへ行けるよっていう風な立ち位置をとっていました。まあ、ここの立ち位置がかなり重要になっていて、まあ、これが少しでもずれれば、まあ、中経由で外を持っていかれますし、中経由で、まあ、こういう一つ後ろの外に持っていかれますし、でなんならここにセンターハーフ出てくればこういうパスで一気に前線まで持っていかれるので、まあ、ここのセカンドトップの、立ち位置っていうのがかなり重要になっていました。でここから、まあ、最初しかも、マリノスのサイドバックがかなり中側に入ってくるので、ここの松尾選手と瀬古選手っていうのがサイドバックティーラトン選手だったり小池選手だったりを、まあ、簡単にあまり動かず背後で消すことができていました。まあ、そうすることで、まあ、ここにかけた時にアルトゥール選手が出ていっても安永選手がスライドすることで、まあ、ここの中央を消すことができといて、まあ、外に持っていった時に、まあ、ここでボールを回収することができるよっていう風な形をとっていました。まあ、このハイプレスで結構ボールを奪って早く、ゴールに到達するよっていう風な守備を行っていてかなりハマっていました。ですけど10分くらいでマリノスは、立ち位置を変えていました。まあ、その立ち位置を変えたっていうのがサイドバックですね。サイドバック小池選手とティーラトン選手がもう明確に中に入ってこなくなってきて、でここのセカンドトップの外側でボールを待つようなポジションを取るようになっていました。まあ、これに伴って、まあ、前田選手とエブリ選手が数メートル前に立てるようになっていました。まあ、これが何が良かったかっていうと、この数メートルの、まあ、前のポジションの取り方で、マリノスじゃなくて、横浜 FC のバックラインを下げることができます。で、ティーラトン選手と小池選手、まあ、ここの前のスペースっていうのが空いてくるので、例えば、まあ、ここにボールが入ったときに、まあ、持ち出したときに、まあ、安永選手が対応することになるんですけど、そうすると、まあ、アルトゥール選手も寄ってくるんですが、ここのマルコス選手がこの下がった数メートルのライン間に立ち位置を取ることで、まあ、ボールを中央でピックアップすることができるようになっていました。じゃあなんでここまで進めたかっていうと、ここの
センターバックが割と外側にポジションを取るようになっていて、で高岡選手が一つ若干前めのポジションを取ることで3バックのような形を取っていました。でこうなると何が起こるかっていうと、この瀬古選手と松尾選手、セカンドトップのさっき説明した中間ポジションを取ることで、この、どこへでもプレスできるよっていう風な立ち位置が、距離が広がってしまっていました。そうすると例えばここの岩田選手に入った時に瀬古選手が、プレス外切りでプレスをかけたとしても、こういうボールの動かしでサイドで起点を作れますし、例えば内側切っていけば簡単にここに出すことでサイドバックで時間を作れるので、プレスリセットを兼ねての攻撃の起点として、サイドバックが、横浜 F マリノスは機能していました。で、このサイドバックで起点を作ったことで、先ほど説明したマルコス選手が流れてきたり、レオセアラ選手が降りてきてマルコス選手が入れ替わりで入ると、ここのライン間でボールをピックアップすることができていました。さっき言った前田選手とエウベル選手が数メートル前にポジションを取ったことで、横浜 FC のバックラインを数メートル後ろに下げるっていうことが、重要な一つのポイントとなっていて、でここの外側でポイントができていたよっていう風な形になっていました。でこれに対して飲水タイム後なんですけど、横浜 FC は守備修正を当然のことながら行います。じゃあどういう守備修正を行ったかっていうと、それがセカンドトップの外切りのプレス、センターバックへの外切りのプレスと、このサイドバックに対してウィングバックが出ていくよっていう風な形を取るようになっていました。こうすることで、ここの起点を消すことと、ここの外切りを行うことで、セカンドトップが外切りを行うことで、外切りのプレスを行うことで、ここに到達する時間、サイドバックに到達する時間っていうのを稼いで、ここのウィングバックがここまで出てくる時間を作り出すために中外で、ボールを動かすように誘導していました。これがかなり効いていて、マリノスはサイドバックが幅を作ることで起点を作っていたんですけど、だんだん起点が作れない状況っていうのが増えてきて、でプラス横浜 FC がかなりの強度を持って前に出てきていたので、考える時間っていうのは当然少なかったでしょうし、強度が高い分やっぱりプレーの精度っていうのはちょっとずつ落ちてきますので、少しずつのズレがあって、ミスが起こることが、多少なりともありました。でここの起点を消すときに、もちろんこのセンターバックが外側にスライドして前田選手を消すような形を取ることで、ここは当てはめるよっていう形になっていたので、ボールを回収することが横浜 F マリノスじゃなくて横浜 FC からするとできるようになっていました。でここのマルコス選手に対しては、アルトゥール選手が割と見る形を取っていたんですが、この試合のマルコス選手は、ここのライン間からあまり降りてくることがなかったので、ここで食い止めることができるのならば、マルコス選手を消せている状態になるので、そのような考えを、横浜 FC は持っていたんじゃないかなと思います。だからここに、ウィングバックを当てはめる時間を稼ぐためにセカンドトップが、外切りでプレスをかけて、ここで奪えれば一番いいんですけど、奪えない場合、外に持ってこられた場合はここでボールを回収するよっていう風な形になっていました。で、割とハマるんですけど、それでもやっぱりマリノスはマリノスなんで、縦パスを打つことがかなり上手です。どこからでも打つことができるので、
で、まあ、一つの方法としてウィングバックを釣り出した時に、レオセアラ選手だったりが、まあ、ハーフスペース側に流れて、ボールサイドハーフスペース側に流れて、一気に高い位置までミドルパスだったりロングパスでボールを届けることで、超えるんですけど、まあ、この後ですね、この後に、例えばマルコ選手を落とした時に、今日なんでか分かんないですけど、あまり背後を取る動きがなくて、結構前田選手だったりエイブレ選手が足元でボールを受けることが多くなっていました。これはなんでか僕もちょっとあまりよく分かんなかったんですけど、まあ、例えばここで落とした時に背後を取り続けることができるのならば、より横浜 FC のディフェンスラインは下がったでしょうし、そうすると、まあ、上がってくるだけのスペースが生まれるので、背後を取り続けるっていうのはやっぱ大事なことだなとこの試合で感じましたし、なんで、マリノスが背後を取る回数がいつもより少なかったのかっていうのはちょっと疑問が残るところではありましたが、まあ、それでも1個飛ばしてのパスだったり、まあ、さっき言ったマルコス選手が、まあ、レオセハラ選手がここのバックラインを止めといて、駆け引きすることで止めといて、マルコス選手がボールピックアップ、ライン間でピックアップすることができていましたし、でなんなら渡辺選手がこういう形を取って、まあ、4-3-3 のような形を取ることも多くなっていましたし、でこの場合は、瀬古選手が、まあ、セカンドトップがこういう外側からプレスをかけてくるので、ティアトン選手が中に入って荻原選手がここまで出てくるよっていう風な形で混乱させといて、で前田選手が1枚前に出てきて混乱させといて、ここでボールをピックアップして、まあ、中に差し込むよっていう風な形を取っていったんですけど、まあ、少しずつずれ、パスのずれもありましたし、まあ、それによって、まあ、いまいちスピードが上がらなかったんじゃないかなと思いました。まあ、一番の要因はやっぱりエイブレ選手だったり前田選手が、まあ、いつもより背後を取る回数が少ないんじゃないかなっていうふうに感じたので、まあ、これが大きな、まあ、スピードが上がらなかった一番の要因になっていたんじゃないかなと僕は感じました。はい。で、まあ、少し横浜 FC の攻撃について触れますと、もう確実にこのミネイロ選手に対しを、生かすために、まあ、ドーンって長いボール蹴って、でそこのセカンドボールを、まあ、セカンドトップだったりセンターハーフが前向きに拾うよっていう形で、まあ、いわゆるカウンタープレスのようなロングカウンターを、考えていました。それを組み立てていました。まあ、その結果先制点も奪えましたし、でまあ、最後スローインからでしたけど、劇的な同点ゴールも生みましたし、でその渡辺選手が退場に追い込まれるのもやっぱり一貫してミネイロ選手に対してボールを送り続けるよっていう風な戦いを継続したので、まあ、渡辺選手が退場に、まあ、止めなければならない状態まで持ち込むことができていましたし、まあ、ミネイロ選手の収まるはとてもとても、まあ、魅力的だなと思いました。で、誰と勝負するかっていうのも、まあ、前後半で変えていましたし、まあ、かなりパワフルでいい選手だなと思いました。で、まあ、2-2 の痛み分けになったわけですが、まあ、優勝争いと残留争いに、まあ、苦しい痛み分けにはなりましたが、見ていてやっぱりダービーっていうだけあってかなり激しい試合でしたし、面白い内容だったので、ぜひ皆さんも見直してみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ、この僕が今日ここで喋らせていただいた4つの点についてを話して、話してじゃなくて見ていただくとより楽しめるんじゃないかなと思いますので、どうぞ皆さんこの横浜ダービーを見直してみてください。はい。では今日の動画はこの辺りで終わろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。